さあこの後は米粒社協映画談話室の時間です。お待たせいたしました。それでは早速お呼びいたしましょう。お待たせしました。映画評論家松崎武夫さんです。どうぞ。お待たせしました。いやすいませんね。伸びちゃって申し訳ない。お疲れ様です。よろしくお願いします。いやい松崎さんもうだいぶね暑くなってまいりましたけれども。本当ですね。えっとまあ前回課題作はえっとこちらのねあのマットマックスフューリオサ そして、えー、ライドオン、うん、ジャッキーチェン、ライドオンの2本でございました,た、うんえー、また返礼動画用ではですね、えっ、ー、とありふれた教室、そして、えー、関心領域の2本を扱う予定でございますけれども、えー、松崎さん、今月はなんか、まず最初に何かお知らせあったらお願いします、この後イベントとか大丈夫ですか大丈夫ですはい、はい、では、じゃあどちらの作品からいきましょうじゃあ、まあ、マットマックスからいきますか、ね、ででマットマックスフリオサ <laughs>、まあ ジョージ・ョーミラ監督も80歳近いというね、うん。歳で前回のね「怒りのデスロード」大ヒットからの「フュリオサ」。 いいやいや、続編大丈夫っていう中でのフェリウォーですがこちら押した理由まず教えてください押した理由押した理由はマットマックスの新作だからですそれだけそれ以上でもそれ以下でもないという <laughs> はいデスロードから何年ぐらいになりますか、ね、9年なんです、ね、え,えじゃあ年そんな経ちましたっけ,なたっけ2015年なので、実は9年経ったえっ、ー、もうそんな経っちゃっただからねその大学生とかに聞くと<ー>分かんよ 年だからら知ないそうですよね当たり前ですけど二十歳の子ってまだ20年しか生きてないんで10年前は見てないんですよまだ小学生の低学年だっていうのでまあ映画もちゃもちゃ詳しい子たちは知ってるけれどもそんなにまあ普通に好きですぐらいの人だとんかあ そんんな新作あるんですかぐらいのの感じの反応だって、まあ「怒りのデスロード」に出てきてた「フィリオサ」という登場人物の前日ターンそうですねだから <laughs> えとこれはもう完全に「えー、えと怒りのデスロード」に続く話になってるので「怒りのデスロード」の中でシャーリー・セロンが演じてた「フィリオサ」という、うん、登場人物が、うん、いかにしてあの「デスロード」の「フィリオサ」になるのかというのを、うん、子供時代からシャーリー・セロンの『るぐらいの年になるぐらいまでの期間の話を、うんうん まあ作ったっていう。巧妙なのよ、これがまた見ると。ね、凶暴なオーメンザファーストだよ。そうだ、オーメン。本当だよ。前日だからな。マットマックスサーガなんだな、だから。これね、怒りのデスロードもう一回見たくなっちゃうんだよね。まあ、そうですね。で、僕は、これはね、その、例えば、そうやって、その、前作知らない。その、学生たちがいるんだと。はい。で、予習しなきゃ、なんか、最近はね、なんか。 みんな若い子、真面目なのかもしれない、予習しなきゃいけないみたいなね、前作のって言うんですけど、だけど僕はもう、いや、しなくていいんだと、もしこれ見て面白かったら、怒りのテスロード、まず見たら、話つながってるから、おおって絶対になるから、ままずずこれ逆にマットマックスワ1ってことですからね、われわれは2から見てるってことですから、な、そうか、オーメン・ザ・ファーストの例えよくないな、スター・ウォーズだよな、スター・ウォーズ。のーー・的な長さでよスタウォ ね、何十年前の話か、うん、るわけだからまあ一的にはあのローブン的なね、うん、感じのつながり方をするっていう話であるんですけど、はい、まあそのもう一個そのなんで見直さなくていいかっていうと、うん、結構これはもう前作の。うん この作との話ですけど「うん、怒りのデスロード」の時にこの映画は行って帰ってくるだけの話だって結構話題になってて話が単純なんだとでその映画に物語的なものってそんなに必要ないんじゃないかみたいな議論が生まれたりしたのが「怒りのデスロード」だったとすると、うん、これもまあまあもう、うん、行って帰ってくるっていうまあもうあ,のあんまストーリーどうでもいいんただ移動 <laughs> そうどうでもよくてでそのアクションを事実なぎにつないでいって、うんうん で見せ場を作っていくと、うん、何かしらまあ物語的なものがまあ載ってれば映画って2時間半見れるんだなっていうののまあ象徴みたいな映画で、えー、僕はもうそのこの映画に関してはその、うん、デスロード以上に、うん。 あのバスター・キートンの映画をやっぱりちょっと思い出すんですキートンの映画ってストーリーありますよあるけどそんなに重要じゃなくて、うん、次から次にキートンが危機に陥ってアクションがどんどんつながっていくっていう、うん、あのこうアクションの連鎖みたいなものだから見せ場がたくさんある一つの映画の中にで象徴的なこういうアクションシーンがありますって代表するようなものがあって、うん、このアクションを見るとこの映画だって分かるような刻印になってるっていうような作り方が結構この,ヒルヨサテの「昼よさて」になって。 あの作り方になってるので、えー、まあ前作見てるに越したことないけど、うん、見なくても全然楽しめる。なぜなら、これはもう、うん、アクションを体感する映画だからだっていうことですかね。そうですね。はい、うん。では、折島さん、いかがでしたでしょうか。いや、これはもう、うん、もう、もう、松崎さんの今おっしゃったことに、何にもさ。うん こう多数余地なんかないよ。もう本当おっしゃる通りで、俺はもう完全にあのブルースリーと一緒だよね。Don't think fear、Don't think fear ですよ。もうそれもこの一語ですよ。だからこう要するに目で見るロックみたいなさ、ですよね。完全に目でこう眼球こうさもう食いつきっぱなしでぐんぐんこう揺さぶられてるようなロックをこうね大音響で聞かされてるっていう。 もうでしかもその緩急自在の,その、ね、操られてああもう気持ちいいっていうそれしかないよねうん、うん、あとはね監督の体力の問題だよいやだ,よだから若いよね異常だよな異常、うん、どんな人だってやっぱりねいやもちろん その黒澤明さんがランをね、取った時75歳だったけどもうあれだってものすごいそのこう粘着力のすごさだと思うけどちょっとあれとまた別の異常さですよねジョージ・ミラーの。 なんか衰えないというよりもこれも死者に行った時春日大志さんいらっしゃったんですけど、うん、使者で春日さんと一緒だった行った時に春日さんと話したのは普通はやっぱ監督って老齢に差し掛かると、うん、まあ作風が落ち着くというか作品の中でも後半になってすそのフィルムグラフィーの中で一番いい作品ができることって、うんまあ、まあないなんですよないそうね。 ジョージフィラーはキャリアハイを更新したんじゃないかなって信じられない。だって <laughs> 明らかにマッドマックスの第2作ね、うんはい、ワンツースリーがすげー大人しく見えますもんね。物凄い。これ見ちゃうとこれとさデスロードを見てる見て見てからさ見直すとさこれは何なんの大人しらわいって思いますもんね。もともともうこうやりたいのがあったけども予算の都合とかいろいろあってできなかったのが今高が外れてるってことなんですかね。うん、売れすぎてて。まあいろんな表現がその本人の中で可能。 な時代になったからやりたいこと何でもかんでも積み込んじゃうっていうことなんだと思うんですけどだけどやっぱそのワンショットにかける時間そのまあこの映画で描かれてるカーチェスってものすごい時間かけて撮ってるわけじゃないですか <laughs> ただ10分間のシーンに1か月かけて撮ったとかっていうのはな例出したりしますけど、ね、なんかそういうこううん。 映画の現場行ってたやっぱこれなんかね映画によってはこ本当にこの撮影って終わるんだろうかっていうな、うん、気持ちになるような映画が <laughs> あ,<ー>あるんですよ。<ー>だけどまあ、えー、ちょっと積み重ねていったら結果的に編集でつなげばなんとかなるんですけど、うん、それがやっぱこう。 こう、やっぱね、精神的、体力もそうです、精神的にも強いんだと思いますよね。うんうんえー、なるほど。で、その、想像力、そのイマジネーションの面でいうと、うん、その。今、マットマックスのね、一作目の話していただきましたけど、一作目から二作目って。うん、まあ、七十九年に作られて、八十一年に二作目ができて、うん、まあ、ツーっていうのは。うん、まあ、後々、その、北斗の拳とかにも、影響を及ぼす。 この世界観というか、はい、イメージですよね。あきらとかにだって英知を及ぼしてる。うん、っていう,っこう。廃墟としての未来。はい。ディ、うん、ストピアですよねで。で、あの、まあ、ロジャーコーマンとかの映画で、その。うん 改造バイクとかその前の時代に確かに出てたりする映画あるんだけどもとはいえ、うんうん、あの世界観の飛躍はい、はい、1>, 1作目から2作目の飛躍ってすごいと思うんですよ 2>,、うんうん、2作目からフィリオスさんへの飛躍よりも、うん、1>, 1から2の飛躍ってすごくて、うん、あの感覚みたいなものを、うん、なんかもうこう三十数年経ってもまだその更新していくイマジネーション、うんうん、なんか今回のまあ 前のごめんなさい前のデスロードだと、うん。ええええ あのギター弾いてるなんかよくわからないキャラクター今回も一瞬出てくるけど車のね一番前であんなの思いつかないじゃないですかデザインがまたねキテレツだね今回はんかタコみたいな風船みたいな桔梗みたいなのがゆらゆら揺らいでるじゃないですかあんなのいらないでしょ普通ああいうのを思いつくビジュアルセンスっていうんですかねいやもうそれ言い出したら本当もあれもこれもって言いたくないですよねののあ あのね衣装造形とかさあの歯のあれとかさああいうの大好きだからさああチラシでああいうの描きたいなと思っちゃうよね俺ね折島さんはメイクしたら妹誕生になれると思うちょっと似てると思うんだよね もう誕生 <laughs> やれるか目の感じがすごい <laughs> いい <laughs> この辺からメイクすればね今回前の,あのキースバーンがなくなったので別の俳優さんがやってるってそうなんだっ <laughs> れ分かんないぐらいだからメイクすれば俺ヒューマンガス好きなんだけどね。 どっかでなんかその無駄なものにこそ文化が宿るみたいなことを信じてる人なのかなと思って、ね、やっぱディストピア兼ポストアポカリプスっていうとエンタメさっきアニメでもやっぱ結構今流行りではあるんですけれどもその中で。 えともう砂漠と、うん、あと資源もない、うん、人口も減ってる、うん、けどなんか政治みたいなのは行われてる、うん、でも画面上は汚い、うん、じゃあどこでその未来観というか人類がこの先の人類のことを書いてるんだっていうふうに見てもらえるかっつったら、うん、やっぱその文化の部分だと思うんですよね。うんなので まあバイクの前面にマネキンみたいなのを貼り付けてたりとかさっき言ったタコみたいなやつとかそのギター弾くやつとか格が上がれば上がるほど無駄が増えていくっていうのはやっぱその文化の象徴ですよね。でまあそういう、まあ、ディテールも含めおもろいんすけどもう全般おもろいんすけどやっぱ。 あ、コンにある頭の悪さっていうんですね。その、よし、お金どぶり捨ててやるぜっていう、もうそこが最高というほかない。あのねのたぶんその褒めてる、褒めてる、これはもう最高ってことです。あのケチつけけなってるんじゃないですよ。だってさ、いやだからそそこのシーンを描くための理論武装が結構緻密なんですよね。だから今回の映画で言えば輸送車。 輸送車があって輸送車が襲撃されるっていうシーン最高じゃなかったですかあの何分間かってもうこんな無駄なことあるっていうぐらいこんなシーンを撮るためにわざわざ砂漠まで行って俳優たちにこんな目に遭わせて危険なことをやらしてっていう。 たださ、僕今回ドルビーたまたまドルビーでしか見れなかったんですけどドルビー最高だったんですよ、まあ、その音が,音が、ね、いやーだからもうバイク音も一番最初にだからなんかこのこ,こいつるじゃんこいつこいつになんかあの。うん <laughs> ディメントスがまあだからこいつもなんかちょっと頭悪くて最高なんですけどあのさ片っぽの目がえぐれてるやつああいうの大好き大好物だよああいうの出てくるとさそそううもう俺なんかもうあと水木しげる先生ちょっと入ってるんだよね。でやっぱ一番最初のディメントスにバイクのあの説明をしてるシーンから入るんですよね。これが えーとこのこういう素材でできてて V8 エンジンがどうのこうので何リッターでみたいな話まあ、ほぼ車好きが見たらもうこれ車じゃんっていうぐらいなもうでかいエンジン積んでるんですけどあでもあの一瞬だけでもあ未来なんだなっていう感じもあるしあでも資源が枯渇してる中ででかいエンジン積むってやっぱ富の象徴だしえじゃあ水どうしてるんだろうとかあ素材はどこで取れてるんだろうとかそういうことを考えるとあ じゃ弾薬を運びましょうキャベツ運びましょう水運びましょうっていう輸送がメインになってくるし、うん、その富の奪い合いっていうのはもうお金じゃなくて物の奪い合いだから、うん、あやっぱ襲撃するやつ出てくるよねっていうのもなんか感じられてもうなんてシンプルで分かりやすい世界なんだというのがもう。 ババチバチに映画体験としてはもう映画館で見るには最高だい、ね、だから僕はもうこれはその若ければ若いほど映画館で見てほしいその後から配信になってから見るとか言わずに映画館で見るとこれは影響を与えられるというか影響を受ける人が多い映画なんじゃないかな特に若い時に見れば見るほどあこんな表現があるんだとか。うん なんか映画ってネタバレとか言うけどネタバレってあんま関係ないよねって考えたりする人とかネタバレってなんだっていう話だったりとかあとまあその僕はそのジョージ・ミラーっていう監督やっぱすごいと思うのはとはいえねなんかこれまで「ハッピーフィート」とか CG アニメで作ったり、うん「ベイブ」 うん豚。豚がしゃべるやつ、うん、あれのニューヨークに行くとか監督したりとかあとロレンツォのオイルって言って、うん、あの人もともと医学部だからジョ、えージ・ミランお医者さんになろうとしてた医学。<ー> 医学部の学生だったんですよ。だからその医学に詳しくてロレンツォノイルっていうのは難病を持った息子を助けようとするけど助からないんだと、うん、今の医学だとだったら自分たちで薬作るって言って、うん、奥さんと二人で薬を開発して息子の病気治したっていう実際の、うんうん、日本映画のディアファミリーム、ね、あーあれもうあれもう,ほもうほぼ一緒の話です。ですね、一緒の話です。うん、ディアファミリームにだが意外と。うん 面白いんですけど、まあ、それと置いといて、うん、その常になんかいろんなジャンルのものを作ってきたんだけど、うん、マットマックスとかと全部一緒なのは、うん、そのやっぱ己の運命みたいなのがあってそれに逆らえない、うん、逆らえないんだけど、うん、逆らう人たちを描くっていうことだけは、うん、ハッピーフィートでさえそうなんですあれハッピーフィートは本当にねご覧になってないからほんと見ていただきたいんですけど、うん、後半あれって南極大陸にいる そのペンギンたちの話なんですけど、うん、ペンギンが捕らえられて動物園に入れられちゃうんです後半、うん、その動物園に入れられた時の絶望感みたいなの、うん、その、えっと、動物視点で動物園に入るってこんなに絶望的なんだって思い知らされるシーンがあるんですよ。<ー>でもそれに対しててやっぱその抗っぱ で、彼はまた南極に戻ることができるようになるって話になるんですけど。ペンギン版マッドマックスじゃない。ですか、ね、いやいやそ,そうなんです。<ー>ハッピーフィートっていうのは、車が出てこないだけで<ー>。あの、ペンギン版マッドマックスなの、ぜひね、<laughs> 騙されたと思って見ていただきたいんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> で、そういうものを、やっぱ一貫して描いてるっていう、その。 ジャンルとか物語は違うんだけど描き,描きたいものって一貫してるっていうなんかもう、評論家からしたら、はい、本当にもう語りやすいというかうこういう作品を作ってるんですっていうのすごく言いやすいかかだからその運命を自分で切り開いていくっていうことになった時にど何が出てくるかっていうとそのジョージ・ミラーの作品の作品ってなんかすげえ悪いやつが出てこないんですよ。 例えばその、まあ、マッドマックス3のティナターナとかいるけど、うんうん、あ,あの人はあの人の理屈があって子供たち育ててるとかってことがあったり、うん、今回のディルサ、うん、リメ,ンメントスはそのフィリオサの味方になることもあるじゃないですか、うん、でこの中では妹ンジョーだって時には味方になることがあって、うん、なんかこう。 究極になな存在ではない,ななないんですよね、うん、その時その時でその、うん、自分の立場が変わると、うん、自分にとって味方になって敵になったりするっていうのは、うん、実際の世の中でもそうじゃないですか、うん、そういうことを描いていってるっていうのも実はあんま変わんないっていうね。 SF とはいえやっぱ現実社会で今見ることの意味ということでいえば、うん、まあ貧富の差であったりとか民族間の差別であったりとか、うん、まあ,あとはその 政治的な思惑で立場を違えている人同士がまあやっぱ構想したりとか仲間割れがあったりとかやっぱ結構象徴的に描かれてるでそれがシンプルなななのが、おいいいっていう。あまあ、そうそですね。だからもう「マット・マックス」っていう映画がそ,そもそも、うん、まあ主人公がそんなに政治じゃないっていう映画だったじゃないですか。 まあマックスもどきのジャック、うん、ジャック出てくるジャック最高ジャック最高ですよね最,<高>最初出てきた時侍がいると思った何じゃこれと思ってちょっとチンチクリンなマックスが出てきたぞと思って、うん、そしたらだんだんとその内面から湧きれるものあのトンパグクという役者は表現してるからおも思ってその表面に見えてるマット・マックスもどきみたいなもの以上のかっこよさというか、うんうん、哲学みたいなものがき かてていやだからねフュリオサとジャックのこう絆が深まるあの爆弾庫襲撃のシーンとかも、うん、最高でしたねすごい最高だったなあれもう本当バカバカしかったなでもやっぱりね俺はどうしてもね、うん、あの今何を今更っていうことになっちゃうんだけど<う>やっぱりこの。 他の要するにどの,どの国の映画にも,もう置き換えることができない、うん、これこそがオーストラリアという風土、うんうん、オーストラリアの歴史、うん、オーストラリア人まあまあオーストラリア人って言っちゃおうか、うん、で,でなければ作れない映画なんだっていうのがね、うん、これでもかっていうのがやっぱり集大成で見えてきたっていうこと言うと例えばセリフで本当にそののオーストラリアの人ってあの。あの A があの R になるっていうですね。D じゃなくて Good die Good die まとかいうも。そう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 、あの幅ナイス D がナイスダイになるっていうで Good die とかっていう言葉も本当にね映画の中で言ってるけど、まあまあそれはもう別にさまつなことだけどさ、そのあれハスミさんハスミシルクさんでしたっけね、昔あのジョンフォードのね西部劇の話をしてて。 ベン・ンジョソこれはもうフォード一家ジョン・フォード一家って言われるその、まあ、主演を張ることも、まあ、ないことはないけど、まあ、ほぼ脇役ほぼ脇役が多い人でフォード一家のベン・ジョンソンってこれはね、うん 確かね、本職はなんかローテーかなんか、とにかくね馬の状況かなんか。俳優一筋で来た人じゃないんだよ。うん、その代わり馬扱わせたら天下一品で。うん、ベンジョンソンのその馬の、要するに手綱さばきとか。うん、彼のその馬のその乗りこなし方っていうのは。もうジョンウェンとか、他の役者のよりもね。その一等地を抜き、もう抜き方があまりにも著しいのね。うんうん、それをね、ある映画評論家がね、の方がね。えー、ベンジョンソンは。 服を着るだ,だからベン・ジョンソンが馬を彼はあの場合は馬を乗るんじゃない、うん、馬を着るんだと、うん、そのようにそのもうごく自然なさもう乗りこなし方があまりにも水際当ってるからっていう,う、ね、そう身にまとうように馬をその乗りこなしてるっていう。うん これ、それ、そのままそっくり、バイクに置けられるんですよ。んあの、マッドマックスの世界における、<ー>もう、その、あまりにも、その。こ、こういうものからの延長ですよね。<ー>その生身の、こう、体からの延長で。その、別に機械化した体がどうとか、あの、ここの接続してるとか、サイボーグ的にっていうことじゃなくて。そういうふうにして、こう、あの、作品世界の中に、こう、躍動してるっていうかさ。あんな感じで、そのバイクの集団とか。その、それ、まあ、暴走族だけをね、単純に、その。 面としての暴走族と撮った絵が無数にあるけど、うん、マッドマックスのあの集団としてもなんか別の生き物みたいに見えてくる感じって違うじゃないうん、うん、違うねこれはねアメリカ映画とかそのヨーロッパの映画とかでも絶対置き換えることのできないうん、うん、しかもオーストラリアの監督オーストラリア出身の監督って例えばあのケージジョン・ブック目撃者撮ったあのピーター・ウィアーって僕好きですけど。 あのジェラールド・パラデューとさ、えっと女優なんだったっけな、アンディ・マックスいる、えー、だったかな、マクまあグリーンカーダクダイ、うんグリーンカとグリーンカと、う,うんあれなんかも良かった、良<う>かったけど、あれはさ別にオーストラリアの人じゃなくてもいいじゃない、<う>ねいや別にピーターウィアーはピーターウィアーでいい監督だと思うけど、その。 彼がもうオーストラリアならではみたいなのをこれでもかっていうふうにジョン・ブックでもそのグリーンカードでも出して気はしないわな、うん、それはもちろん会社側の要求ってこともあるしう、ね、そうそう税に出してるその資本が違うんだからそれは言うだけや暮かもしれないけどそのジョージ・ミラーの場合はもうこれでもかっていうなんかこうオーストラリア、うん、オーストラリアっぽさっていう。うん のはどうでですすかかねね錯覚いやいや錯覚じゃないと思います本当そうだと思いますねやっぱり、うん、そのまああのー、アメリカに呼ばれて例えば「トワイライト・ゾーンの」えー、あの、えー、えっとジョージ・ミラーが撮ったのってあれじゃないかな。うんあの 飛行機のネタ、『ジョン・リス号』が出てくる『グレムリンが羽にいる』ってあのネタが多分ジョージ・ミラーだったと思うまあどれかの4つの中の1つがジョージ・ミラーだったんですけどトワイライトあれで結構懲りたらしくて要はそのハリウッド式の撮り方みたいなのにだから早い時期にまあ注目されて80年代にマックスックス マック・とマックスワンツー作って注目された後にやっぱそのトワイダーズゾーンみたいなそのワーナーで作ったオムニバスでスピルバーグだジョーダンテだ。うんうん えー、ジョージ・ミラーだっていうふうん、その当時の人気の監督が集まって作るオムニバスっていうのに,、うん、に参加した時に、ええ、ハリウッドの作り方みたいなものだと自分の,そのクリエイティブコントロールが効かないってことに気づいたことが、うんうん、やっぱそのオーストラリアっていうところを地盤にしながら自分でプロデュースをして映画を作っていくっていうことをやっていったことが結果的にやっぱりオーストラリア、うん、その鬼島さんがおっしゃる、うん、オーストラリアでしか撮れない絵,、うん、絵だったりままた作品だったりっていうもの になってるっていうのは間違いないと思います。ですか。はい、土着性ととねなんかちょっと極端な言い方になってる。いや俺それ感じるのは、うん、砂漠ほとんど砂漠なんだけど、うん、砂漠の上バイク走ってるじゃないですか。うん、なんか基本砂漠といっても硬いんですよ。それがオーストラリアっぽい発想だなって思よ、ねそ。そうねそうね。 アアラビのののロレンスのあの砂漠じゃん絶対にロレンスの砂漠じゃないんだよ、うん、企画会議で砂漠をバイクで走るんだよって言ったら、うん、いや無理だろってっ普通に突っ込まれると思うんだけど <laughs> あーあーそこがオーストラリアの発想なのかなっていう気もしましたよねーいやー面白かったなんだろうね高涼としてるんだけど本当に高涼としてるんだけどなんんんであんなに妙がるもう本当。 ななはずなんだけどね。うん、えこれあと「うん、フュリオサ」役の人って変わってんすよね小さい時から。うんはい、あそそうそう。そう俺それがちょっとよく分かんなかったんだけどそれがねえまあえっと小立てになってて 5, 5章に分かれてて、うん、2>, 2章があって3章になった時にアンニャ・テーラーョイになって、うん、そのまあこの子がその後、 えーとシャーリーセロンに続いていくような役になるんですけど、はい、最初の子役残って最初の一時間ぐらい出っぱなしなんですよ。で似てますよね。で、僕はそれをね、まあちょっとここであのいうのもあるんですけど、そう、はいいます映画館で開催した時に、はい、その役作りがすごいって話をしてるんですよ。はい、なぜかというと、やっぱすごいシームレスに見えるじゃないですか。見える、ね。子役から大人になっていくところが。はい、で、これはかつてその。 えっと、ジェシカ・チャステインってね後にアカデミー賞取る女優さんですけども、うん、子供から大人になるその物語があった時自伝的な物語があった時にジェシカ・チャステインってやっぱすごいと思うのは、うん、子役はは自分に合わすすのは無理だろうと思ったらしいんですよ、うん、ジェシカ・チャステインとしては子役から自分に変わる時に、うん、観客が見た時に急に大人になったぞって思わないようにしたいと思ったんだけどもそれを 子役に貸すのは酷、うんえー、なんだと思ったんですって、うんうん、子供がそのシームレスに大人になっていくような形で役作りするのってまあ無理だろうと思った、うんうん、どうしたかっていうとだから現場にずっと行って、えー、子役の演技見て、えー、この子の特徴とか全部掴んで、えー、その子を真似て、えー、大人の役を作り上げた っっっててていいうのを聞いてやっぱジェススカ・チャスティンってすげー女優だなと思ったんですよ、はい、で、今回のもうこんなにねシームレスになってるんだったら、うん、アニャ・テイラーイ・女優はやっぱ子役見てそれに合わせたんじゃないか、うん、もしくは子役がアニャに合わせたとすればそれはそれですごいなって話をしてたんですけど、うんね、公開されて分かった話があって<え>これ顔は、はい、AI で。 えー、調整してるんですよマジでだからそらそうですそ,らそらシスになってますよね。時代ですね。でそれをまあ隠してたから僕はもう大恥書いてるわけですけどだけどこれはこれで結構問題だと思うのは、うん、去年そのハリウッドでストーが起こった理由の一つって、うんね、そういうふうに自分たちの,そのコントロールできない範囲で。うんうんうん コンピュータータ上で何か加工されることになった時にその権利どうなんだっていうことに対して、うん、まあストを起こしていろいろ訴えたわけじゃないですかでこの映画それこそオーストラリアで撮ってるでしょ、うん、最近はそのランナウェイえランナウェイ映画っていうのが昔からあって、うん、ちょっと話 ローマの休日とかあの、うん、ベンハーとかあった時代って<う>ハリウッドが積極的に海外ででロケしたた映画があったんですよ。うん、だから日本に来て「黒船」ってジョン・ウェインが出た映画があったりとかしてたんですけどそれはマーシャルプランってあった時に戦後の混乱でその。 その国で稼いだお金はその本国の本社に戻しちゃダメだってなったそれで自国で使わなきゃいけないってなった時に映画も一応産業だが一緒でハリウッドにお金が戻ってこないからだったら現地で使おうってなってイタリアで撮る映画日本で撮る映画とかができて海外ロケモノっていうのが生まれ始めたっていう経緯があったんですよだからその時はそういう理由だったんですねで今またラナウェイムービーと呼ばれる言葉が時々目にするようになってそれ何か っって言ったら、ええ、ハリウッドってそのハリウッドの中のいろんな規定があるから、うん、そのこういう現場にはこういうなんかコーディネーターを置かなきゃいけないとかいろんな決まりがあるじゃないですか、うん、海外に行ったら現地の人雇えばいいからそれが何て言うんですかねちょっと緩くなるんですよね,なるほどねハリウッド制作でやってる,なるほどで、えー、僕それが結構この映画にその田夫、うん、さんが指摘した、うん、すごくこう。 おと子供から大人になる時が自然に見えるっていうのを AI を使っちゃったっていうのを安易にやってんじゃないかっていうのは僕ちょっと気になるところるなるほど,なるほど、ね、緩いからこそね、はい、だって去年あんなに騒いでたのにこんなことやっちゃ駄目でしょって僕は思うんですけど役者がねその役者側がそれいい,いいぜとしたとしてもうもうちょっと議論がないと、はい、だったらこのあとそういうふうにしちゃいますよ。んなんだったらもう別にあの シャーリー・ズ・セロンの顔にしたっていいって話になりかねないままあそうなりすよねだからそれはそういうのだったのでちょっと僕はこの映画で残念だったのはヒット作ですからねあれやってヒットしたんだったらうちもやろうよそうなこなりがちですいやそこそその延長線上にじゃあデニーロ・アプローチなんてバカバカしいからそういうことそういうそうそう役のためにね3 0キロ減量するとかまた太ってどうしてとか髪抜くとかそんなのもちゃんちゃらおかしい必要ないですみたいなことに。

飛び方もこういうパターンあるんだみたいないろいろ考えてきたなっていう進撃の巨人感もちょっとあったりとかもあってね面白かったです「フュリオサ」まだ上映中もう最高の映画体験もう考えるのは感じろでぜひ映画館でご覧になってくださいありがとうございますさあそしてもう一本これもねババンジャッキーチェンいやもうこれこそまだ騙されて騙されたと思って見てほしいと思います最新作です「ライドオン」 まあまあ、前回もちょこっと言いましたけど近年のジャッキー・チェンの映画っていうのはまあそのジャッキーの魅力が発揮されてたかって言ったら結構怪しい映画が多くてなぜならばジャッキー・チェン主演と歌いながらジャッキー・チェンは実質主演じゃない映画っていうのが何本か散見されたしかもその映画によってはある警備会社のチームみたいなものを描いていてその中のまあ隊長だったりするんですよジャッキーは。ねだけどもその指令を出して部下たち にその資料を出してその動いてもらって、ええ、ええまあ、石原裕次郎先生<あ>、あそうですううもう大変、ブラインドをこうする側にジャッキーが回っちゃって、<laughs> こんな感じになってさ <laughs>、ブライは揺ら,らさないでしょ <laughs>。まあその時まだ裕次郎さん40になった頃ぐらいですかまあでももう70代になって、えー、まあなかなかこう体が動かないということもあるから、ジャッキーって,言ってるのはここ何ここ10年1020年ぐらいですね、何度も引退宣言

よく見ると、うんまあ、本人がアクションしてないシーンがいっぱいあるんだけども、うん、本人の顔を使って動いてるシーンが近年の映画の中では一番多いちゃんと動いてるっていうふうに思えるっていうのが見どころの一つであるんだけど、うん、もう一個、ええ、もう一個やっぱこれはあのどうしても押したいのは、はい、これまでジャッキーの映画を見,たき見てきた人であればあるほど。ええええ あ,あ、自分も一緒にジャッキーとこの何年間映画を見てきたんだっていうことに対するご褒美映画になってるってというそれですよ。もうね、途中からニューシアパラダイスみたいになた。いやまあそうですね。うん、はいそうですね。え話。俺見た時きもあれだもん七十代ぐらいのお客目立ったもん。 ジャッキーと同世代なんだ。分かる分かるで夫婦で来てんだよいらっしゃったそうそうそうお年を召した方が多かったですけどそうなのよ。だから不思議なのはこのジャッキーの前に香港にはブルース・リーというスターがいて日本にその「燃えドラゴン」が入ってきた時にはもう亡くなってたんですねアメリカで公開された時ももう亡くなっててその。 えー、我々日本の観客は特に日本の観客は「模様ドラゴン」を見た後にあのに「怒りの鉄拳」とか「危機一髪」とか「あ<ー>あのえっ、ー、と」 ドラゴンのの道とかかっていうを後ら亡くなってから日本に入ってきて見たっていうことをやってて僕その時もの小学校の低学年だったからブルース・リーって死んだ人だっていう認識なんですよなんか若くして亡くなっちゃってその亡くなった人の過去の映画が上映されてるで死亡遊戯みたいなものがあって意外がそのまま映ってるわけじですか死亡遊戯にとってはね。 そういうイメージだったんだけどジャッキーが日本で紹介されたのって79年に水拳が最初かな最初なんですよねでその間って7年ぐらいしかないんです実は邪剣かな邪剣が最初あ邪剣。いや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 「スネークモンキークレイドランチ」最初から劇場で見たいや僕はもうテレビ再放送で俺もテレビ最高だったよね 九、うん、年って言ったじゃない。マジで。だから七年だから。嘘でしょ。いやそ,それぐらいの感覚なんですよ。だからそのやっぱ子供からすると。そっか。ブルースリーとジャッキーの間ってそれぐらいの感覚。ジャッキーチェン直撃ですよ。ですね。だからその七十代ぐらいの人だとするとこれぐらいの感覚なんですよ。そそうかそうかそうあの時代的に言うと。だからそれで言うと僕らはやっぱこう。 えっと、ブルース・リーとジャッキーの間に結構時間的なへたたりがあるの五十、うん、50代ぐらいになるとそうなった時にやっぱこの映画を見ると、えー、そのジャッキー・チェン演じるそのスタントマンが実際のジャッキーのスタントをやってたっていう体で。 のの構造になってるんですけどそ自分がかつてやったスタントのシーンを見る、うん、それまさにジャッキー本人が見てるのをまた入れ子の構造になってみるんだけどそれってやっぱ同じように、うん、同じように年を取って見てるから。うん た多分70代の観客の人が見るよりもうやっぱり40代から50代ぐらいの観客が見ると特に刺さんじゃないかなっていう。そうすねいやもうジャッキーがねそのルオって役で、えー、ルオでしたかね、うん、彼がほら昔自分がやった仕事という体で例えばプロジェクト A とかスパルタン X とか、うん、香港国際警察のはいはい、はい。 そう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 あれとか見てる時に涙流しでょあれ芝居じゃないですよねリアルなジャッキー・チェン自身の俺こんなね命がけの仕事やってきたんだっていうことへのね単純粋に演技とかなんとかじゃない涙だと思って俺もうそうなんですだからこれねご覧になってない方に説明しますこの「ライノン」という映画はジャッキー・チェンがジャッキー・ キーチェン役で出てきてるみたいな感じ。そうですね。そうなんですよ。で、もうちょっとお、置いているので。あの、昔ハイスクール記念組にね、ジャッキーチェンっていうのが。あ、いた、いた、いた。ちょっとジャッキーチェン寄りなんですそっくりさん。いたな。いたんでしょう。あの、ドラゴンエノミチとかさ。ジーメン七十五とかとさ、一緒にジャッキーチェンっていうね。いた、いた、いた。二組っていう。 <laughs> でもやっぱそれでトップはドラゴンエノチだったからえジャッキーチェンじゃないのって思ってたのジャッキーチェン前座なのみたいなふうに思ってたんでどこで着くんだろうと思そうそうそうジャッキ,キーチェンよりのなんか昔はスタントとしては名を馳せた若とランラン、でちょっと鬼面組に行ったのり持ってかれちゃうんですけど <laughs> ニ新澤先生あ俺、<laughs> 俺ごめん <laughs> 大好きだったのがさから、ね、俺一番好きな名前で「うんうん、てめこの若造」。 <laughs> ジャッキー・チやン、俺、ね、あまりにも久しぶりにも程がある名前で、<laughs> ものすごい直撃。そんな玉マりを掘られる、れら掘られると思わなかったか,からジャッキー・チェーンを思い出しちゃった。あれすごいのは <laughs> あれ書いてみんなわかるぐらいじゃん。そうなの、大好きだったってことなんですよ。八十、ね、年代でもね。うん、で。 だから、あれだけのスターがこうジャッキー・チェーン役として出てて昔、スタントでそれなりに鳴らした人だけど世の中の人はそんな彼のことを知らないし今はもう落ちぶれてお金にも困ってるっていう状況で借金の取り立てとかに来る。 でそこでちょっと一悶着あって結局殴り合ったりとかもするんだけど、まあ、中では慕ってくれている弟子もいるしまあでも映画的にはかなりそのもう出番もないじゃあ唯一の財産って何かっていうと馬と一緒に生活してるっていうね馬っていうねだこれもさっきありましたけどこれマット・マックスがバイクだったらこっちは馬なんだという感じでね。 だから、スタントっていうのが本当一番最後そのこの映画「100年の歴史」の中でのねスタントマンたち名もなき人たちにもなんかこう哀悼の意を捧げるみたいな、うんうん、いや、そうですよ。香港映画の歴史全体への墓悲名でもあるんですよね。森、うん、の,のさん、ここにいつだったかこの収録来られる前にスタントマンの,あのドキュメントを見てこられた時があった ちょっっとと話ししたたことあったんですけどそれをだからその今まさにそ,のそういうドキュメントがあるように香港映画界でスタントマンっていうものがもうその継承されなくなる日本でいうともう時代劇が継承されないのと同じレベルでもう若い人がそういうことをしたがらなくなって人も集まらないしそういう映画も作られないからスタントマンが育てられなくなってスタントシーンが香港映画の中で成立しにくくなってるって といいうことを描いたドキュメントがあるようにそのこととこの映画で描いてる映画の作り方が変わってきてるもうだってスタントなくたって CG で大丈夫ですよみたいなことを描いてることって実はすごく密接につながってて僕らが見てるその香港今見てる香港で作られてる映画っていうのはやっぱ80年代に作られてた香港映画だったり90年代に作られてたフィルムの香港のあるみたいなものとはやっぱ違うものになっちゃってるっていうことがあるからこそ。 なんかこう哀愁が漂ってるとか郷愁が伴ってこの映画を見ることができてそこにやっぱりずっとその 70, まあ70年代そのブルース・リーの映画のにもジャッキー出てるわけだから70年代からずっと活躍してて子役の頃からずっと出てるようなジャッキーが今、70年代の齢に達した時にやっぱこういうその今の映画作りに対して半分物申してる物ましたよね、思いっきり。 馬を引いて、じゃあお客さんは何を見に来るんだっていうねい<や>結構その「いやここは CG 使いましょうよ」とか「特殊技術で」とかって言うんだけど、うん、いや まあそれはそれでいいけど僕はそれじゃないんだよ、うん、っていう感じの去り方してて現在の方法も否定しきっていないそうそうところが良かったですよねそそそそのそそ否定しないっていうのがね、うん、そういうのは今もうそういう作り方でしょうがないんだけどもでもこういう映画の作り方がそもそもあったじゃないかっていうことはやっぱり、うん。うん 言いたいいたっていうのをジャッキー・チェーン本人が別に脚本を書いたわけじゃないんだけどやっぱそういうものをそういうふうにジャッキーを見てきた映画を作ってた人たちが、うん、見てた人たちが映画を作る側の年になって、はい、こういう映画を作ってるってところにもやっぱこう、うん、感動を覚えるというか,いやーなんかねまずねジャッキー・チェーンが軽んじられているっていうのがすげえ面白かったですね <laughs> よかったですね設定として <laughs>、まあ、そ,うそうせざるを得ないよねっていう。<laughs> うん もうこれだけの大看板になったら一番下にするしかないじゃんっていうところで,でさらに娘からも嫌われているっていうね。うんうん でだから俺らがよく知ってるねその寄席の師匠たちみたいにね<う>いやーなんか神座に逃げられちゃってさーとか言って <laughs> ニコニコして喋ってる林は哲平師匠みたいな <laughs> そういう感じの雰囲気で, <laughs> で実名よ脱ないよもう <laughs> そこで実名脱ない哲平師匠本当最高なんだそこはなんだけどめあでも腕は確か ね、ででも頼るべき人もいないしっていう中で娘との絆とかねそう家族の絆みたいなでもジャッキー・チェンがやっぱ元々世に出てきたはずのアクションと明るさが結構引き出されてたような気がするんですよねその大御所として扱われてるんじゃなくてあの時代遅れのそのろんじられているもう過去の栄光しかない師匠みたいな感じになってるっていうところが グッとと感情できたころなななんじゃいか俺はねもうねそういうふうになってくるとね最終的にはもう白鳥の歌白鳥ジャッキーちゃんにとっての白鳥の歌っていう意識して俺もねなんか途中からこうさしかもエンディングでこうさ NG のシーンとかもう最高だあれって80年代当たり前だよあれしょっちゅうやってましたよねプロジェクトね「スパルタン X」あのこに散々やってたさ「サンダーアーム流刑固定」とか あの頃、三3段やってたそのね失敗のシーンとかうなっていくのかないとあれとさであれで,ねで,まあでしかもまあ馬の調教師もこれ MVP ものだと思うけどすご <MVP S 1> いよすごいけどやっぱなんいかさっきキートンの名前が,ね名前があの松崎さんお出しになりましたけどだあのバスターキートンとか。 あとやっぱチャップリンだよね世界の映画史の中でやっぱりジャッキー・チェンっての名前が残る人じゃない確実に、うん、一ジャンルというか一時代を確実にその築き上げた人なわけでそういうのをやっぱり映画史的なことをすごく意識してめちゃくちゃ意識してるなっていうふうに見えてさいや馬っていうのがなとにかくうまい、うん、なんかその、うん、ね映画といえばアクション、うんうん、西部劇の頃の馬の使い方みたいなところから、うんうん 今この中国のこの映画の中で馬を使うっていう発想とまたジャッキー・チェンお得意の空間アクションですよ室内アクションの中に馬を取り入れるっていうあの感覚ねめちゃくちゃがあるのかったですが映画の黎明期にはその馬のね足が地面についているのかどうかっていうのを連写してやる連続写真から始まったっていうのがあったりとかもう折島さんおっしゃるように。もう ロイドだ、キリトンだ<ー>ジャプリンだっていうのは。 影響されてるわけじゃないでこれ今日ねその話もこれちょっと出しましたけどこれもうくしくも共通点があってさっきジャッキーが日本に最初にジャッキー・チェン主演映画で紹介された79年あの数件でかどっちかわかんないけど79年マッド・マックスの1作目79年同じような歴史の中で今新しい作品を僕ら見てるっていうことなんですけど僕が本当に言いたいのは僕が小学生の頃にマッド・マックスもジャッキーの 映画も始まっマットマークシャンで僕3からです映画館行ったので 2>,、えー、2, 2の時はまだ映画館行けてないので、えー、3からなんですけど、えー、やっぱそのそれでもやっぱ途中からでもずっとリアルタイム見ていってるから、うんえー、その50になってもこう,いう映画楽しめるじゃないですか、えー、今そういうものがね本当にあるのかっていうと、うん、ーーちょっと。 鬼滅の刃とかなっちゃいますかね俳優とかになるんですかね俳優この間イに行ったけど、まあ、それが声優さんっていうた縦糸になるのかもしれないですけれどもね、うん、実写ではなかなか、まあね、実写で、うん、今日から俺はしかないかなやっぱり久しぶりに引っ張ってきたな <laughs> その名前ただやっぱりこの映画の中にもお、まあ、そ映画の歴史に対するレスリスペクトもありましたしジャッキー・チェーン再確認っていうのもありましたけど、うん、僕はねやっぱりあのー、まあ折島さんがそう言うなら僕はね「北の国からの」うん、あのドラマ版テレビドラマ版の大友龍太郎さんを思い出すんですけど。うん あの大友龍太郎さんねあの北海道の開拓民第一世代で大瀧秀さんとかと同じぐらいの世代の役者として出てくるんですけどもうその田中邦衛が北海道移住した時のまだギリギリ第一世代の生き残りなんですよであの同級生に龍智州とかもいるんですけど龍智州はもう村を追われてどっかに行っちゃってるんですよで大友龍太郎はまだ村で唯一馬を飼ってるんですよ 馬を飼っててもう娘とかからはもう買い場代だって馬鹿にならないんだから馬早く売ってくれってずっと言われててもうみんなはもう車乗ってるっていう状態でただある日大吹雪の日にその主人公の潤と竹下恵子が乗ってる車があの雪,雪玉にこう突っ込んでしまって行方不明になる。で、ももうエンジンジかからない。 みんなが探すんだけど「笠松のとつさんとこの馬どうだ?」っつって馬に探してもらうっていうシーンがあるんですよ。<laughs> <や>でそれによってその潤と竹下恵子は命を救われるんだけど実はそれがその馬の最後の仕事になって結局大友龍太郎は馬を売る羽目になる。うでもその馬を売った足でベロペロに酔っ払って潤の家に来るんですよ。<ー> 馬をっつって「<laughs> やろう泣いとるんだよ」って言ってボロボロに泣いて <laughs> でも名前を付けたことはなかったんじゃって言って大雨の中ベロベロに酔っ払って自転車で帰ってそのまま川に落ちて亡くなるんですよね。それが、日本映画を背負ってきたあの大友龍太郎の あの、もう侍の姿にこう重なってくるわけですよね馬を大事にしてたっていうこれを思い出すこれ大友流太郎じゃんっていう、ね、大友さんだったら最後がだってな、うん、亡くなりそうなそうそうそう何かタンポポの撮影をやって、うん、その自分の出番が終わったら次の日亡くなってる。 そういうねえのもいろいろ万感の思いを込めてね見られるんじゃないかなと思いますけど、うん、タンポポの大友さんよかったよよかったよじゃタンポポの大友さんやってくれますよおるしまさん聞こえるか聞こえぬか程度の声でチャーシューに向かってささやいてくださいあと <laughs> でね <laughs> <laughs> おあのラーメンラー,ラーメンの食べ方の師匠ねそうそうそうんうよなブラボーですよ <laughs> <laughs> じゃああの餅を喉に詰まらせる大瀧秀治さんやってもらっていいですかねじゃあねじゃあ私銀行行ってくるから「翔平、うん、行きましょう」って言って桜金蔵の運転手にあの連れられていく愛人が去った後の大瀧秀治のところに「かもなー天ぷらそばお汁粉」<laughs> ブラックコインのばっか運ばれてきてそれを一口ずつ味見した後 最後お後ろこうに本当お本当にさセリフがないのになんでこんな似てるんだろうと思ってさ毎回やってもらうんだけど笑っちゃうんですよ本当似てんだよこれが大滝ですありがとうございますタップボタンありがとうございますありがとのリクエストコーナーなる いやでも、雅之さん、どうでしたか、ご覧の、見て、ご覧なってみて。あ、僕は、だから、その、まあ、皆さんにお勧めしたいと思ったのは。<ー>まあ、その、うん、ノスタルジーだけかもしれないけれども。その、まあ、やっぱりジャッキーチェンが、最近、その。その政治的なことをいろいろ言われて<ー>なジャ。なんだよ、じなんだジャッキーみたいに、ちょっとね。まま言われてるじゃないですか、で、僕は。 いやそういうことを言ってるとそれはジャッキーだってあとね50年生きれるわけないんだから亡くなったときにいやこうそういう奴らに借りってなんかジャッキー好きだったとかまた言い出すんだろうなって腹立ってる早くも腹立ててるホイットニー・ヒューソンが亡くなった時もそうだしマイケル・ジャクソンが亡くなった時もそうだしなんかみんなその亡くなったときに追悼するけど悪口言ってたじゃんとかってやっぱ思っちゃうんですよね。 そのもう特にマイケル・ジャクソンなんて、えー、あ,あんなに世界から愛されて、うん、自分は死んでいたって多分知らないんですよ、うん、むしろもう自分の周りには結構自分のことが嫌いな人が、うん、多くなっててで、ね、っていう状況だったじゃないですか、うん、その裁判もあって,あって、ね、だからあんなにこうだって死んじゃったらその後のこと分かんないわけだから、うん、だからジャッキーだってそのいやそれはいろいろあるかもしんないけど、うん、その。 なんかそのじゃあその時にプロジェクト A とかを見た時に感動したあの感動とかね何度見たくなる気持ちって嘘だったのかってそうじゃないんだろうっていうことをやっぱりこの映画見て改めて思ったっていうことですかね。でこれ特にねあの子供を500円で見れる<ー>確かね<ー>確かねすごいあのしかも小学生でジャッキーのファンの男の子がいて。うん もの,ものすすごい弁が立つんですよなんかあの公式ホームページにその子の動画が上がってるんですけど公式であの映画見た後の、えーえー、めちゃめちゃ便が立つんですけどその子が提案してジャッキーの映画のえっとリバイバル上映とかこの確かこれもそうだったんだけど500円で見れるっていうのを実現させたっていうのがあって。 いいっすね。少林寺木人拳とか見てほしいですね。その子もね。こここここあれやってほしい。まあもうその間見てると思います。スネークモンキーとかね。スネークモンキーいいよね。やってもっておれなクレイジーモンキーも。あの蛇の入った袋に入れられる時のね、あれもう一生忘れないと思うな。やっぱ水拳、あと剣聖ね。剣聖剣聖よかったですね。まあなんだったらもうジミーウォングとドラゴンとコータン見ていただきたい。うん、あのシティーハンターは見なくていいです。シティーハンターは見なくていいです。十年代まで。 でいいと思います。うん、はい。<laughs> ええー、というわけでジャッキー・チェン、ライドオンでございました。まだやってます。では来月の課題作松崎さんどうしましょう。一本は、はい、昨日から公開が始まった映画。来月7月24日までですね。えー 昨日公開公開が始まったこのホールドオーバーズああの松崎さん今日見ちゃいましたあさすが今日見たホールドオーバーズホールドオーバーズいいですか先に行っちゃって大傑作あよかったすばらしくこれはちょっとぜひ見てださいこれはもう文句なしに素晴らしいホールドオーバーズちょっとね劇場の数が限られてるのでちょっと地方の方とか見にくいかもしれないんですけど今年 まあ、いろいろ映画公開されてその中に、えー、と3月に発表になったそのアカデミー賞の作品賞っていうのは10本候補作があった中で最後の1本だったんですよ。ずっといろんなものがちょっとずつ公開されてたけどこれだけずっと公開されてなかったんですけど、まあえー、と作品賞の候補になってましたし、えー、とこの映画の中では、えー、と食堂のおばさんの役をやっているダバイン・ ジョイ・ランドフルっていう女性が、ええまあ、ほぼほぼその映画ではそんなにたくさん出てないのにえら、まあ、い体格の黒人の女優さん、はいはい、あの方が上演女優賞に輝いたっていうところを見どころであるんですけど、ええ、まあ僕はその10本そのなんだオペンハイマーとかいろいろある中で個人的には一番好きな、ええ、作品賞候補の中で一番好きな映画だったのでやっと公開されたなと思ってこれをしたい,なとい,いやこのポール・ジアマッティ。はい 昔あのシンデレラママンンンってあのシデレラマン、はい、ラッセル・クローが奇跡のヘビー級チャンピオンと言われたジェームズ・ブラドックっていうねその大恐慌時代にその貧困のもう極度のそのどん底にまで落ち込んで炊き出しの行列にまで並んでたのがねもう復活は無理だって言われたのがヘビー級チャンピオンに返り咲くっていうあのシンデレラマンでその彼の。 片腕役をやってましたよね。ール・ジアマあの時に初めてアカデミー賞の助演男優賞候補になって、その後サイドウェイで。サイドウェイも良かった。サイドウェイと同じ監督ですよね。あ、そうです。そうです。そう、そう、そうなんです。で、これでも主演男優賞候補になって、ゴールデングローブ賞の主演男優賞候補は。主演男優賞とってたから、もう本命って言われてたんだけども、最後の最後でちょっと、まあ。多分接待だと思いますけども。 まあそれにしてもね注目作「ホールドオーバーズ」1本目でした2本目は2本目言っていいんですかね2本目ずっと困ったな僕の好みおっしゃっていいですかねどう別に短観系でもアニメをしてもいいですあるいは辰巳の時みたいな頑張ってほしいとか応援したいとかっていうのもまあ僕はちょっとこれを。 ほら来週から始まるルックバックというアニメーションがあってこれと、れは60分な58分ぐらい全然知らないな。えっとねこれは、うん、まあ元々連載されてた漫画が,が単行本一巻になった時に書き直し修正があったり、うん、結構あの話題になってしまったやつなんですけどす、ね、今<ー>えっと話題になっているチェーンソーマンという漫画の名前だけ知タイトルだけ知っ原作者が書いたものなんですけど、うんうん、まあ読み切りものでそのいきなり、うん 突如としてネット上に上がってきてなん <えっ S 2> じゃこりゃっていうので話題になった映画だったんですけどそれがまあね、うん、まあ実際にあった事件をちょっと彷彿とさせるものなので、うん、まあ,あの何も見ずに読んあの原作漫画読んでない方は何も見ずに見ていただいて,見て読んでる方は本当比べていただきたい、うん。あ 比べるところがあるということです。あります。ね。めちゃめちゃもうその。まあ、単行本以下だからね。<あ>それ一本の映画になるという。ううん、最初僕は何も何も知らなくて、うん、で、えっと、もうこれ白状すると。来週の。うん。添松映画館で、これ。解説するんですけど。うん、うん、なるほど。 僕、副松映画館っていうのは、副野、うんええ、さんか僕か、どちらかが、必ずどちらかが見てる映画じゃないとやらないっていうルールを設けてるので、いくら自分たちがやりたいと思っても、その収録に間に合わなかったものって取り上げてないっていうのがあるんですよ。 えっと最近完成したので見れてなかったのででもそれでも紹介したくて,見てな今回初めて見てないという体で原作についての解説しますっていう解説動画を初めてやったんですよ。で数日前にちょっと見せてもらえることができて何も知らずに見たら60分なかったっていうのでまずびっくりした僕は2時間の映画にするんだとばっかり思ってたんですよ。 解説できなかったから僕は無理チケをもう先に買ったんですよだから映画に支社でも見れないと思ってたから無理チケも買ってで無理チケ普通の値段だったんですよだからてっきり2時間の映画だと思って見たら60分ってことこれはおしっこの心配もしなくてあんま全くしなくてお前まずそこから考えるからなそのアニメの表現みたいなものとかをちょっと達夫さんにうやっぱ聞いてみたいなって 分かりました多分あと舞台になってるとことかも含めて辰夫さんには関係がある作品であると思うのでそのあたりとバリバリ関係あるんですよこれがね。というわけでじゃあ「ルックバック」「226事件じゃないの?」「515事件じゃない」「五一五事件でもない」ではえっとこれもちょっとコアなの押してもいいですか あの、えっとね。ちょっと待って、まだこっち見てもらうか。ええ、あの、これも。ええ、春日大志さんと二人で話題にしてて、これは。れ死者をご覧になら、ね、なられた時。死者を、ええち。ちゃんと見ればよかったと思って。はい、見てなかったんですよ。ええ、それで。春日さんがすごかったっていうのを聞いて、僕は。うんうん たまたまそれが映画の初公開初日だったから初日に見に行ったんです見なかった理由はこれ見ていただいたらちょっと分かると思うんですけどビジュアルがこれなんですよ。ユニコーンウォーズ。これで見ようとは思わない本当に申し訳ないんですけどこれでね触手動きますこれっていう話で。いいや申し訳なですけどね えー、この場で話題にならない限り一生見ないですねいや,もういや、僕,僕も、おそ、うん、らくもその、うん、春日さんが、ええ、とにかく見てって言わなければ、うん、言ってなかったと思うんですよ。は彼は守備範囲広いな、こういうのを見るんですね<だ>それで、まあ,<ー>あの、そこまで言うんだから、何かあるんだろうと思って、うんままあ、ほぼ何も期待せずに、見に行ったんですよ。うんええはい したらね、やられましたか?。打ち抜かれました。まあ、本当はビジュアルは、だかパンフレットある、こっちにした方がまだいいんじゃないかな。ままだ、まだこっちの方が。そうですか。で、これは、その、えっと、テディベアの国ってのがあって。そのテディベアの国に住んでるテディベアたちには。その、えっと、自分たちの聖地っていうのがあるんですよ。でも、それがユニコーンたちに取られちゃって。 いつか聖地奪還するんだっていうバリバリ今の話じゃないですか。そうなんですよ。なるほど。このね、可愛い,いキャラクターを使いながら、<ー>ものすごい残酷なことを描いてて、なんと物語的には、そのこうまあ売りで書いてあるのは地獄の目食って書いてたんですけど、僕はなんかプラトーンみたいな。い

補足しておくともう上映が終わっちゃう5月31日からもう始まっててこの品川とかもう終わっちゃってるんですよでちょっとじゃあホームページを確認して都内ではホームページを探してちょっとちゃんと言都内でもその。 ホームページを。ととにかくとと内で今見られることは見られるんでね。そんな見られるんだけどイーー、イメージフォーム。いイメージフォーしかやってなくて渋,谷渋谷のイメージフォー,ーてないんだけども、うん、実は話題になってて、うん、7月12日からいろんな全国で公開される,ある、はい、なるほどなるほど。弱かったよかった。7月12日ですね。おーおーおーはい。うん 広がりを見せてるんでそうなると見やすくなるでしょうということですねなので今じゃあ明日見に行こうってなったちょっと見れないちょっと見れない状態になってると思うんですけど7月12日以降いろんな劇場で見れるようになるのでまああとあのこの段階ですげえハードル上がって見たらそうでもなかったっていうのはこの談話室現象なんでまず松崎さんと同じで丸腰で見に行った気持ちで 期待しないで言ってください、ね、<laughs> っていうことは、ちょっと先に申し上げておきます。い <laughs> はい。 ええー、というところまでまあ一番さん今年の映画ナンバーワンだって言ってますよ。おええ、とこそこまで。<ー>じゃあ,あの残すところは応援あのねあのおすすめ作品もあると思いますので、うん、返礼動画の方でおしゃべりします。はい、皆さんよかったら配信応援チケットご購入よろしくお願いいたします。えー、動画のねあの概要欄にも入っております。あ配信応援チケットまあ毎週ねこちらもあのプーリーの須藤さんの配信協力のもと、えー、配信行っております、えー。無料ではございませんのでぜひみな。 皆さんねあのスパチャではなく配信応援チケットを買っていただければなと思っておりますので <laughs> よろしくお願いをいたしますどうぞご卑怯にというわけで松崎武雄さんありがとうございます,いますお疲れ様でした、えー、それでは次回7月24日映画談話室でお会いしましょうありがとうございますまた来月 <laughs> <laughs>